こんにちは。ナレットチャンネルのナレットです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズの熱帯夜を見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。みえだにじゅんむこんぷらんきぶさじゅぽんそうむんちゅんともじゅんむにきよん。じゃあ見ていきましょう。なんか面白い。何の時代だろうね、これ。合わないでしょ、だってすごい変身してる。お父さん稼ぎないんだ、しょうがないでしょ。ほんと懐かしい。テレビとか扇風機、暑いわね、ほんとに。まあ扇風機まであるんだけど、こんな形が。なんか体がほてってしょうがない。今日は無理だと。まだ子供寝てねえからな。ちょっと、何ガタガタ落としてんの？あら？嘘？お父さん？どこに寝てるの？どこに寝てるの？あとちゃんと、ちゃんと寝なさい。寝るでしょ？なに、終わるわ！ちゃんと寝なさいって言うでしょ？なんでここに寝らないの？この上に。ちょいと、どうしたの？子供じゃないのね、こんなの。なんで言ってることがわかんないの、あんた。あ、すごい。ちょっと、お父さん、何してるの？すごい力もし奥さんだね。今回はあれ、今回はお母さんだね。お父さんだろ。娘の前高見なさん、熱帯夜すごい短い動画だったんだけど、すごい笑ったんです。皆さんも一緒に笑ったのかな。すごいですね、すごい夜だった。いや、でもそれを見てなんかいろいろこの動画の中のものでも、先みたいなのもいろいろ思い出しちゃうんですね。まずテレビとか扇風機とか、こんな雰囲気の部屋、つまり、父母子供たち一緒の部屋で寝ている感じ、それもなんかすごく、それを見て自分の家族も思い出しちゃうんですね。私 3人兄弟 で、で5人でみんな同じ部屋で寝てた時思い出しちゃうんですね。懐かしい。それに寝てるのが、さっきの加藤ちゃんが、加藤ちゃんの役で寝た時に、いつの間に違う場所に寝たりする。それは本当に私やるのかな、あんまり覚えてないんだけど。でも妹たちとかよくカンボジアですね、ベッドで寝てるので、ベッドから落ちたり起きたら
あのこれ欲しかったりするね、懐かしい、こんな感じですいや面白かった。で他に、まあ、さっきの志村さんのあれで言えば、うん、ノーコメントですはい、じゃあ皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。いっぱい笑っていっぱい疲れをとって、今日の夜でもいっぱい寝て明日も頑張りましょう。また私動画でお会いしましょう。チョブレブリー。